はい、こんにちは、星野由美子です。いつも動画をご視聴くださりありがとうございます。またたくさんのいいねやコメント本当にありがとうございます。コメントはいつも楽しく拝見させていただいてます。またすべてのコメントに、お返事できてなくて本当に申し訳ありません。先日アンリミテッドの、本戦がありました。私も、練習を重ねて、万全の体制で臨んだつもりだったんですけども、結果、コンシールド部門は6位という結果に終わってしまいました。タイムで約65.5 秒、普段のね、私の練習のタイムより非常に悪い、タイムでした。今回の、コンシールド部門の優勝タイムは57秒台ということで、私が普段練習で出しているタイムより遅かったので余計悔しさが募ります。普段通り打てていればもう優勝、まあ少なくとも、3位入賞ぐらいまではいけたのに、なんで普段通り打てないのかなって、自分のそのメンタルの弱さに本当に呆れてしまっています。もうこのまま練習をしても結局は本番で実力を発揮できないんでは、やっても意味がないななんて一瞬思ってしまったんですけども、常に、上位入賞を果たされている方の、シューティングの模様を見学させてもらって、その時、このハンズアップしている手がですね、指先がこう震えてるんです。こんなに上手い人でも手が震えるほど緊張してるんだって思ったら、私のねやってることなんかまだまだ甘いんだなって改めて思い知らされました。それと同時に、私でもきっと入賞できる時が来るって改めて確信しました。やっぱりその場所で打つのに慣れる、それから集中する、そういうことがとても大切なんだなって改めて思いました。それさえできればきっと練習の時とね同じぐらいのタイムが出せると思うので、頑張ってまた練習をしていきたいと思います。それから今回は、日テレさんの、取材のクルーの方たちが一日密着取材をされて、それもまた楽しい、思い出になりました。またテレビの影響でたくさんの方から、一緒に写真を撮ってくださいとか、声をかけてもらったりして本当に、嬉しいひとときでした。改めてテレビの力ってすごいんだなって思うとともに、こうやって、私がね好きなスタイル、こういう女装のスタイルでシューティングやっててよかったなって改めて思いました。実は、このシューティングマッチに初めて参加した時は普段のスタイルで参加したんですけども、あんまり面白くなくて、やっぱり私が一番好きなこのスタイルで、出場してみたいなって思ってたんですけども、みんながね真剣にやられている、こういう競技の時に私みたいなのが混じったら場違いなのかなとか怒られてしまうのかなって思ってたんですけども、この JTSA の代表の方が、
この去年のアンリミテッドの前にコメントをしてくださって、まあ JTSA のその主催するイベントごとは、もうコスプレでも何でもいいです。要は安全に銃が撃てれば、どんな格好してても出動しても OK ですっていうことを言われて、もうそれを聞いた時に、あ、もう思い切って自分の好きなスタイルで、シューティングしようと思って、もう今までエントリーしていたその名前を変えさせてくださいっていうのを、言ったのを、ちょっと非常に鮮明に覚えています。あの時の決断が今のこの私の周りの状況になってるんだなって思うと、本当にその時決断してよかったなって思いました。そしてまた、こんなね気持ち悪いスタイルで射撃している私を、にね声かけてくれたりして、本当に、エアガンシューティングされてる方っていうのは優しい方が多いんだなって改めて思いました。またねこんな私なんですけども、そうやって私のシューティングを、まあ、支えてもらっている人たちもいるので、まあ、そういう人たちにも対しても本当に、感謝する次第です。次回は、5月のアンリミテッド、これに向けてまた今日から練習再開していきます。次回は皆さんに良いお知らせができるよう頑張っていきます。それではまた。